はい、コナンです。妖怪ウォッチプニプニやっていきたいと思います。現在の状況なんですけども、イベントクエストは全部クリアしました。ニャンボコインゲット。近々ニャンボも来そうだよね。今ですね、トルーパーに勝った回数45回まで来ました。そしてエルゼメキアは7回ということで、8、9とねやっていきます。やばいよね。さあ、僕はですね、おはじき待ちはこのピットブルのステージをねやっています。ピットブルのステージで、まあパーティーはねこんな感じ、まあワイマネー稼ぎパーティーみたいな感じかな。で、まあ暴走カイラを使って、まあ技ゲージを貯めて、まあ高速周回しながらワイマネーも稼いでいく。ワイマネーが全然ありません。やばいよね。ちょっとおはじき特攻キャラをね育てるだけの秘伝書がないっていうね、非常に厳しい状況になっております。まあそれ以前にね、おはじき特攻キャラがガチャから出ないんですけども、さあ攻撃力アップ、そして学校が、まあこれでね地味にワイマネー稼ぎながら落ちませんね。ウォッチパーツも集めつつやっていく。1026ワイマネーちょっとずつ稼いでいく。そして育成していきます。来ましたね、トルーパー。ほぼほぼ毎回出てきます。なのでおはじきキャンペーンあまり意味がないという。さあ、トルーパーに関してはこんなパーティーでやっています。まあ唯一出た特殊能力キャラドーベルをね使って、まあ活躍度大ということで、他のキャラはほぼ誤差範囲。ドーベル強いよね。そしてなんとかですね、 Y 覚醒ナインテイルはねゲットしたんで、まあこれは入れておきます。獲得 Y ポイントアップ。さあこれで Y ポイントもあまり稼げないんだけど、ダメージは5500、倒せねえ。5800、まあ5000ちょいぐらいか。ミッションが乗るともう少し多くなる。さあ、このトルーパー倒すだけでもですね、もうレベル46にもなるとやばいです。 HP3 万超えなんで倒せません。倒すだけでちょっと相当やばい。元気を消耗してしまう。過去最高に難しいおはじきバトル。お疲れ様ずら。さあこれで倒しました。4100。さあ出てきてくれよ。まあ出てきてもみたいなとこあるんですけど、エルゼ112ポイント。もう少しね Y ポイント稼げたらいいんですけども、来ました。これは喜ぶべきか。59万9000、レベル8、もう笑うしかねえ。行きましょうか。そうは言ってもですね、もう行くかやめるかしかないんで、まだレベル8、9とあるんで行きましょうか。またこれを逃すとね、エルゼなかなか出てこなくなっちゃうんで。さあ行きます。僕のベストパーティーということで、アースウォーカーはね持っていないので、ピットブルとトルーパー、この2体体制でいきます。豪傑馬プラスさらに Y 覚醒ナインテイル、これはまあ獲得 Y ポイントアップなので、まあ置いておくだけと。ダメージはねあまり期待できません。さあトルーパー、交換の SS ランクキャラ、まあ微妙ですね。そこそこダメージは出ると、戦力には十分ねなります。なのでまあピットブルだけだとね、おそらくこのレベル8は無理なので、まあトルーパーと合わせればワンチャンあるかなと。それでも多分ギリギリかな。この感じ59万9000なんで、レベル7でもですねちょっとえぐいなと感じたんだけど、その2倍以上っていうね設定おかしいよ。今回の設定何なんだろうね。だからレベル7は頑張れば倒せるけど、レベル8はもう絶対無理みたいな設定にしてあるのか。いやでもレベル8倒さないとウォッチが作れません。
なんならレベル9まで倒さないと得るぜ来ないぜっていう。さあこれでダメージ的には6400です。そして95ポイント、6400か、無理です。フルパワーでいきます。ドリンクは6本しかありません。さあこれでなんとかなるのか。さああとはミッションがねうまく来てくれればいいんですけども、来ませんね。フルパワーに限って来ない。僕の場合はピットブルとトルーパーにミッションがつかないと終わりです。おしまいです。22,000、やっぱ特攻キャラ強い。おっと来たぜミッション、これは頼むぜトルーパー、白犬。さあどうなんだ、もちろん取っていく。ミッション逃したら痛いよ。よしパーフェクト、これで33,000、ワンチャンありそうだ。まっすぐパターン、ダメージ出る。そして特殊能力がないキャラは4500か、また微妙っすね。さあ Y 覚醒どうだ、まっすぐ飛ばす、ミッションゲット、900か。そして覚醒エンマ、さあ残り時間は25分。一応ですね画面の右上の方にねタイマー表示しておきます。30分はちょっと厳しいね。これ1時間にしてくれてもいいんじゃね。お疲れ様ずら。さあこれでダメージは63,000と。6万か、10回いけば倒せるのか。さあいきます、フルパワー、残り5本、厳しくね。うまくミッションが乗ったらワンチャンある。さあでも今回のイベントね、新ウォッチ欲しいよね。そしてエルゼメキア欲しいよね。でもなんでこんな難しくしたんだろうね。っていうかおそらくね、僕の予想としてはね、イベント前半で全てコンプリートしようとすると難しい。ただイベント後半になると難易度下げてくると思います。まあいろいろねキャンペーンだとかね、特殊能力アップしたりね、キャラ追加でね下げてくるでしょう。そりゃそうだよね。このままいったらさ、大多数の人がおしまいですですよ。お疲れ様でミス。さあ1882 Y マネー、 Y マネーも稼いでいく。さあレベルマックスになりました。さあこれでおっと85,000きました。そして272ポイント、これマックスでしょう。さあ残りすべてフルパワーでいってなんとかなるか。残り4本、もうこのレベルの HP になってくるとフルパワー以外はねありえませんね。やばいです。 Y ポイントなんてね稼いでられませんよ。さあまっすぐミッション来ました、これは取っていきたい。さあピットブルのフルパワー、お32,000来ました。それでも32,000か。今回アースウォーカーいても辛そうな感じするね、この感じだと。やばいよね、特攻いてもギリギリって何なんだよ。さあいきます、ビネガードラゴンナイト。さあまっすぐパターン、さあパーフェクト。ちょっとね一回一回ね丁寧にやっていくわ。これはこれ1回が効いてくる。この特殊能力持ちキャラじゃなくてもねフルパワーなんでそこそこ出ます。ミッション付き、だからこの細かな積み重ねだよね。さあこれも真ん中抜き、覚醒エンマいきます。さあ取りました。さあこれで
さあダメージは57,000。僕のパーティーの場合はやっぱり5万から運が良くて8万ぐらいという感じでしょうか。だから10回以上か。厳しいね、厳しい。ドリンクがね足りません。ドリンクはね一応おはじきバトルクリア報酬でね確率でドロップするっていうことにはなってるんだけど、今までどうだろう、何4つぐらいは落ちたんだけど、なかなかやっぱドロップ率低いです。フレンドのお助けとかやってもですね、なかなか落ちません。さあ白犬ミッション厳しい、厳しい。さあ5万1000です。ちょっとずつ削っていく。5万5000、7万5000。さあ Y ポイント、いきます。マジか、着きました。着きた。買いましょうか。ここまで来て逃げるのはちょっとね厳しい。こっから課金でいきます。さあ残り3分の1というところで着きました。やべえなこれ、今回のイベントやべえ。どうなのこれ、課金前提なのか。さあ3万来ました。おう、いい感じでミッションがね続きます。やはり課金したドリンクは美味しいのかい。白猫、白猫じゃない、白犬。ミッションクリア。さあうまくミッションがつくと3万きますね。6万8000。さあ買いましょうか。ドリンク売れてんだろうな今回。さあフルパワーでいきます。早くウォッチが欲しい。まあウォッチが欲しいといっても、ここでパーツをゲットしたところでまだねかけらとかチップがあります。そこがちょっと非常に問題だよね。さあいきます。さあミッションクリア。24,000。まあもしかしたらねイベント後半でねこのチップとかねかけらのドロ率アップがね来るかもしれません。来ないとちょっとね厳しいんじゃないかな。さあ白犬。さあ残りが見えてきたぞ。残りでも時間も10分と結構ギリギリ。フルパワーで、フルパワーで全ていっても結構ギリギリです。ということはレベル9やべえな。さあこのターンでいけるんじゃね。買います。さあ元気ドリンクいきましょうか。残り10分。お、まっすぐパターン、これは一番ダメージが出る配置。ただしミッションはありません。ミッションなくてもこの配置はちょっとミスると痛いんだけど。来ましたね、34,000。これでねミッション来てくれるとね一発でいけるんだけど。お、白犬もこのダメージが出る配置。まっすぐパターン、34,000きた。さあ残り5,600、これでいけるか。いくぜ、このくの字型ミッションがついて、押したぜ。6,300倒しました。やべえ、レベル8。一応ですねアースウォーカーなくてもフルパワーで走ればいける。結構でもギリです。75,000。そして352ポイント、落ちませんね。さあ一応ですねレベル8倒しました。やべえ。さあ報酬いただきます。 You are bezel ゲットです。